ドジャース優勝パレード1日ロサンゼルス市内ドジャースの優勝パレードが行われ大谷翔平選手は妻マミコさん愛犬デコピンと一緒に2階建てバスに乗車沿道をびっしり埋めたファンに笑顔を振りまいた写真マミコさんの左手薬指には指輪がキラリデコピンを抱く大家の後ろに来たりマミコ夫人は白の T シャツに 大家の背番号17が記されたワールドシリーズの特注ジャケットを羽織って参加。ベルトにはキャップが付けられており、スポーティーな姿で、左手薬指には指輪が光っていた。大谷がパレード中にデコピンを抱えてファンの声援に応える場面では、リードを持ってサポートする姿もあった。SNS では、翔平パパに抱っこされるデコピンくんと笑顔のマミコ夫人微笑ましい光景に癒されるわー。 凛として本当に素敵。どんどん綺麗になっていく。まみこさんがちゃんとリード持っててくれるんだね。気遣いの人だ。と反響を読んでいた。